はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきガムゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日は MMORPG V4 をね、遊んでいきたいと思います。で、今回の動画なんですけども、週間戦闘力調査ということでね、1週間ごとに私がね、どんな感じで戦闘力を上がっていったのかっていうね、記録をね、動画として残していきたいということでね、始まったこの企画なんですけども、前回撮ったのが10月の2日で、今回がね、10月8日ということでね、約6日ということなんで、ここらでね、動画撮ってるわけでございますけども、この動画ね、もうきっかりこの何曜日に撮りますみたいなね、あげますっていうこともね、考えてたんですけども、ちょっと、私ね、学生の身でありまして、授業との兼ね合いとかね、いろいろあるんで、そこら辺ね、前後することは、多少あると思うんですけどもね、そこら辺はね、ご了承いただきたいという文言とともに、早速見ていきましょう。ということで、今出てる画面が、私のね、全てなんだけど、前回からどれくらい上がったのかっていうところがね、これ重要だと思うんで、前回の記録もね、ちょっと調べてきました。そしたら前回は戦闘力が62,434で、レベルランキングですね、レベルランキングが1574位、そして戦闘力の方が1169位でございました。で、レベルはね、60だったといった感じでしたね。なんで今回のデータを見ると、戦闘力98,000とかいってるんで、これだいぶ伸びましたね、3万近く。で、レベルの方は4レベルぐらいなんで、やっぱりこれはね、あんまりレベルっていうのは伸びにくいんだなって思いますよね。で、ランキングに関しては、レベルの方が、1000位切りたいなみたいなことを言ってたんですけど、そこは切れず、ただ戦闘力がね、だいぶ伸びて、1000位を切ることができたっていうのは、これはね、嬉しいかなと思います。で、一応前回ね、最後の方にね、目標みたいな形でね、戦闘力はおそらく課金者の方もっと増えてくるから、多分ね、このままキープするのはきついと思うから、そこは諦めるとして、レベルで1000位ぐらいを目指そうみたいなことを言ってたんですけども、逆転が起きましたね。レベルの方が逆に足かせとなってしまいましたが、戦闘力は1000位を突破することができました。これは非常に良かったのかなと思いますが、おそらくね、この戦闘力が上がってるっていうのが、レベルがね、ほぼクエストで上がるみたいな感じなんですね、このゲーム。で、クエストが詰まると、要はもう戦闘力上げに走るみたいな感じで、多分ね、職業によって倒しやすい倒しにくいあると思うんだよね。特に、私使ってるブレーダーっていう職業は近接の職業なんで、やっぱりね、後衛の職業の方がそういうボスとかは倒しやすいのかな。近接の方が多分非ダメージが多いんだと思いますね。そんなこんなですごいクエストが詰まっております。私ね、これクエスト進めてるわけなんだけど、この悪魔召喚士の、最後のボスがマジで倒せないです。これが強くて強くて、9万5000ぐらいの時に、私挑んでるんですけども、全然勝てる未来が見えないみたいなね、赤ポーションみたいな、赤ポーションなんかアイザックの生命薬みたいな即時回復のポーションを使いまくらないと勝てそうになかったんで、今の私の現状だと無理ですね。一応今使ってるポーションっていうのが下級生命力ポーションっていうやつで、これよりね、上位のやつもあるんで、そっちをね、使ってもいいかなと思ってますが、しばらく待ちかなといった感じですね。で、これだけね、戦闘力上がったわけなんだけど、どこで上がったか、これもね、重要だと思います。なんで、軽くね、話していくと、まずね、指輪ですね、装備栄光の回復リング、これは、ショップの方でね、リングっていうのが販売されてたんで、こちらをね、買ってしまいました。多分ね、買うのはね、あんまりいいことではないと思う。もったいないような気もするけど、配布されるの待つのもね、ちょっと時間かかるんで、ここは買いかなといった感じ。あとは、スクロールとかをね、多少レッドジェムで買ってもいいのかなと思うんですけど、紫のリングも出そうな雰囲気あるんで、ここは一旦ね、こんなもんでいいかなと思っております。そしてね、ギルドのレベルが上がったことによって、こちらの、マントの方もね、レベルが上がりました。レベル?ランクが上がりましたね。希少のランクで、プラス5まで持ってきました。なんで、これでね、だいぶ戦闘力上がってるんじゃないかなと思います。
次にね、レンコン石ですね。まず、既存の装備たち、武器防具に関しては、レンコン石をね英雄のレベルマックスにまで全部しました。まあ、レベルマックスまで行ったということで、まあ、ここでかなり戦闘力上がってるかなと思います。今ねちょっとブーツのところでレベルマックスじゃないんだけど、まあ、マックスに近いということでね、まあ、ここは許していただきたい。そして多分、アップデートが入ったのかな。それで、ベルトとかねネックレス、そしてマントですね、こちらの方にも、まあ、石を装備できるようになったということで、ここね、まあ、今絶賛レベル上げしてる最中でございます。まあ、それぞれまあ、レベル上がってるんだけど、まあ、これはサブにまあ送ってねレベル上げるなんてこともまあ今後やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、現状こんな感じでございます。メインのね、まあ、水晶を使ってるといった感じかな、基本的には。なんでまあサブに行けば多分多少もうちょいレベルは上げられると思っております。はい。そしてね、まあ一番重要だと思われる潜在能力解放、まあ、これもねめちゃめちゃ上がってますね。前回レベルがねどれくらいだったか覚えてない時代でねあれと思うんですけども、結構頑張りまして、それ全体的に、まあ、平均すると大体70ぐらいに上がったのかな。なんでまあこれは良かったんじゃないかなと思います。基本的に私ね、今までは戦闘力上げるために生産とか採集の方をやってたんですよ。前回までは。今回はもうずっとルナドラ放置なんですよ。寝てる間ルナドラの一番簡単なところを放置して、モンスターの痕跡集めとかね結構頑張ってたんで、まあ、それが功を奏してここのレベルも上がりましたね。やっぱり生産とか採取だと、レベルの方がね全然上がらないとアイテムが落ちないんでね。なんで、まあ、武器防具が落ちる放置狩りっていうのが、まあ、ここでね戦闘力上げるのに つながっていたのかなといった印象でございます。そしてね、まあ、前回これ見せるの忘れちゃったんだけど、制作そして採取でございます。これね採集に関してはもうほとんどいじってないんで上がってないんですけど、制作の方はねめちゃくちゃ上がりました。でなんで制作上がってんねんって思った方ねなんいると思うんですよ。お前さっき採集全然してないって言ってたやんみたいなこと言ってたと思うんですけど、これはね、仲間ですね。前回の動画で仲間をバカすか引くみたいな動画撮ったんですよ。でそれでねめちゃめちゃ仲間が増えまして、まあ、私にもね友がいっぱいできたというわけで、そうするとこの仲間採集っていうのがあって、例えばこいつですね、タタピーとかだと、まあ、採集にね行ってくれるっていうので、こういった仲間が増えたことによってこの採集の効率が上がったということで、あ、仲間っていうのはストーリーのところで解放される戦闘力だけが恩恵かなって思ってたんだけど、それよりもね実際ここで採集とかエリア討伐を手伝ってくれて、それで得られるものっていう方がね、まあ、でかいんじゃないかなと私すごい身に染みて感じましたね。なんでもしねまだ仲間全然集めてないよっていう方いたらね、ぜひともね青エビのコイン使っても仲間をめちゃ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 引きまくってください。仲間はね絶対にあなたを裏切りません。もうね闇のブラック企業のようにね彼らはね働いてもらっています。基本的に俺が寝てる時間以外しかね寝てる時間以外はねもうずっと働いてるといったもうかわいそうなやつらですね。そして、魔石刻印ですね。まあ魔石刻印の方はここまで進んだという感じで、アルトマンの方までは解放をなんとかすることができました。現在、まあ、全体的にレベル58と言ったわけなんだけど、いやもうこれはね使う刻印石の量が多くなってきてだいぶ厳しいですね。200個あっても3つか4つ上がっただけで終わっちゃうっていう感じで、ほとんどレベルが上がんなくなってきてるんですけども、まあ、ここがねまだ私の伸びしろかなとも思ってますんで、引き続きね仲間を走らせてエリア討伐を終わらせてね、ここのレベルガンガン上げていきたいと思っております。まあ、あとはね、ストーリーをクリアするとゲットできるのかな、ここの装備できるやつだね、アルトマンの魔石版っていうやつが、2つ揃っておりません。なんでまあこちらの方を、まあ、少しずつ貯めていけば、まあ、戦闘力もねバカバカ上がっていくんじゃないかなと思います。ここねレベルがねすごい上がってるんで、この石板をつけた時の能力値アップも結構でかいと思うんですよね。なんでまあここに関しては、まあ、クエストを頑張っていきたいかなと思ってます。クエストを多分クリアするだけで相当私の戦闘力上がりますね。そしてねまあ、なんだかんだ言って私が一番頑張ったのがモンスター調査でございます。もうねモンスター調査をねやりまくりました。そうですね、騎士の航海とか
まあ、後悔2に関しても結構進めましたね。まあ、まだ進んでないところも多少あるんですけど、この辺進めたりとか、あとは、トランゼの森とか、この辺のやつもね、結構頑張って進めておりました。なんで、そこに関してはかなり上がったかなといった印象ですね。あ、ルナドラが一番頑張ってんのかな。もうほとんどね、下のレベルのやつはマックスまで行ってますね。うんうん。喪失の森。まあ、こっから先、幻覚の砂漠だとね、ちょっと戦闘力が足りなくて、ブルーポーションを飲まずにね、ゴチガリっていうのができなくて、まあ、そこで積んでるっていう言い方は良くないのかな、まあ、止まってるわけなんだけど、基本的にはブルーポーションを飲まずにゴチガリができるっていう超長期のゴチガリができるところをね、もうひたすらやり続けた結果、まあ、こんな感じで上がってるわけでございますね。でね、まあ、これモンスター痕跡に関わるというか、まあ、関わらずというか、結構ね、このモンスター痕跡って、痕跡で上がる能力値だけじゃなかったんだよね。ここの、ルスカルの魔石ボックスっていうので、高級希少ランクの魔石を手に入れることができるんですよ。で、これ、ランクが上がると、ステータスの伸びもね、もう全然違うということで、でここでね、あ、魔石少しずついいものに変えていくってことが重要なんだなって思いましたね。魔石交換すると、アイテム収集の方もね、魔石埋まりますんで、ぜひともね、ここ、魔石ボックスを取るのをね、イメージしながらやるといいんじゃないかなと思います。まあ、一番奥のね、この、ルスカルの魔石ボックスで希少確定っていうのがあるんだけど、ここまではね、さすがに厳しいにしても、こっちの真ん中、三つ目の魔石に関しては、まあ、割と取れるんですよ。まあ、どこにあるかっていうのはね、まあ、場所によってなんだけど、結構ね、こういう魔石もらえるんですよね。こう見ていくと。なんで、まあ、これ狙ってやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、今回、まあ、どうやってね戦闘力上がったのか、そしてどこで戦闘力を上げたのかっていうねお話をさせていただいたわけでございますけども、まあ、最後にね、次回の目標というかね、そこら辺を話していきたいと思います。まあ、なんだかんだ言ってレベルの方はね、多分クエストが進むか進まないかなんですよね、実際のところ。なんで、まあ、ここに関しては目標は設けないでいきたいと思います。代わりにね、戦闘力、ここだけを注視していきたい。で、戦闘力が782まで上がったっていうことで、正直もうちょい詰められるんじゃないかなって私個人思ってるんですね。やっぱり実況者として500位以内は目指したいなと思っております。なんで、まあ、次回の目標は500位にしましょう。戦闘力500位で、まあ、それを叶えていく上で重要になってくるのが、装備ですね。装備の質です。もう英雄に上がった瞬間にかなり戦闘力ポカンと上がるんですよ、このゲーム。なんで、英雄の装備を必ずやゲットしたいと思います。いろいろね、ゲットする手段は限られてるわけでございますけども、まあ、努力次第でこのゲーム意外とゲットできるんでね、まあ、そこのところは頑張っていきたい。あとは、霊痕跡がね、新しいのが出て、それがまだ終わってないんで、まあ、そちらのね、レベル上げも少し考えながらやっていきたいかなと思います。ということで、まあ、今回ね、週刊戦闘力調査10月8日編がね、終わったわけでございますけども、私ね、結構ね、V4 の動画2日に一遍ね、上げることがね、現状できてるんで、まあ、今後もね、2日に一遍、うちのね、もう一つのコンテンツ、信長の野望とともにね、こう上がっていくと思うんですけども、まあ、V4 の動画ね、どんどん発信していこうと思いますんで、ぜひともね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。特にね、まあ、有益な情報とかっていうのも、まあ、提供できたらっていうところがあるんで、私個人の思いとしては無課金の人に、すごい有益な情報を届けるというところをね、考えてやっておりますんで、ぜひともね、無課金の方、そして課金してる方もね、仲間に無課金のやついるよ、ギルメンが無課金なんだとかね、あると思います。まあ、なんで登録していただいて、そこでね、あ、こいついいチャンネルあるんや、見てくれやみたいなね、ことをね、言ってくれるといいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ今日本語下手だった。はい、ということで今回の動画はこれにて終了。また次回何かの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。
じゃあね。